お尻の筋肉でここからここまでくっついてるんです、うん、なのでここをしっかり読めてあげるとね、膝痛とか腰痛にしっかり効いてくれます、はい、で私がわざわざ説明するってことは痛いですね。はーい、じゃあ行きます。いったちょっとストップでお願いします。マジですか、めっちゃ痛い。マジなんですよ。でこれがここが本当にね、この膝に効いてくれるので、はい、ちょっと優しく痛いお願いします。痛い、めっちゃ優しい。痛い、痛い、痛い、ストップでお願いします。痛いよ、これ以上緩めない。痛いよ。あ、マジですごい痛い。お願いします。頑張ります。こうくるのと足の筋肉がこう上がってくるので、この辺付け根になるので、どうしてもね汚れが溜まりやすいんですよね。お願いします。頑張れ。痛い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 。痛めつけてるわけではなくて、その膝、右の膝が痛いって言われてるのをしっかり取っとこうと思ってね。響くっていうんですね。あ、痛い。足の時の痛さとまた違う痛さが。そうなんです、うん。ちょっとストップでお願いします。あ、ね、よく聞くでしょ。はい。これが緩んでくれると膝に悪さしてるのも取れてくれるんですよ。はい、お願いします。対応にしようと思ってきたけど無理ですね、これはね。大体みんなそんな感じです、寡黙に対応かと思ってきたけど、ね、もういっそ言った方が痛いです。いいですね。そうですね、言った方こっちもですね、ちょっと痛いだろうな。痛い、ちょっと待ってください、ストップで。痛いマジ痛い、こっちのが痛い。はい、お願いします。痛い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 、これ以上弱くできない。すいません、マジですか。痛い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 、もう手を置いてるだけです。こんな感じ、こんな感じ。ですか、待って、そう本当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 。痛い、ちょっとストップでお願いします。すごい痛い。でこれが本当にね、やっぱ膝とか腰とかに来るので。そうなんですね。私ここがね、そう、はい、ここの付け根、この辺がいつもね、はい、痛くなりますね。痛いんですよ。これが痛くなるのってね、実は前側が痛くなるのって、うん、後ろ側が硬いからなんですね、うん、なのでこいつを、はい、なんか棒から何か痛い痛い、タオルに入れておいてください。
はい、お願いします。はい、いいかな。痛い。上半身の時間短くなっちゃうけどごめんなさいね。ごめんなさい。いや、確かに、私がストップばっかりで。別にそれはいいんですけどね。痛い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 。あ、でも膝と腰痛がね、きついですからね。そこしっかりしといてもね。痛い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 。先ほどこれ痛いって言ってました、ね、痛い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 。すごい、その痛かったとこに痛くなくなってきてるでしょ。うん、響いてきてます。響いてきてます。付け根のとこに。こっちはね。そう。痛かった。たったったった。じゃあもうちょっとし。いや。痛かった。はい、では下向いて寝ましょうか。はい。マクタ取れますよ。ありがとうございます。はあ。なんかすごい全力疾走した。全力疾走した感じ、ね。汗を。何もしてないね。はい、いですね。でも本当ちょっと足元軽くなった気が。足元軽くなってきたでしょ。そうやって背中さらさしてもらうと、ほら背中柔らかくなったの分かります？なんか先ほど痛くはない。先ほど痛くないですよね。うん、ということは足の疲れから背中に上がってきてたよってことなんですね。まあ、この辺は痛いの痛いから、それにしっかり今から緩めていきますからね。もう少し下に下がってもらって。